皆さんこんにちは、森えりです。はい、今日の動画はですね、何本かに立て続きですね、ちょっといろんなことを試してきたんですけれども、今日はサンキューマートで買ってきたコントワーを紹介したいと思います。前にマリリンにメイクしてもらった時にですね、下に概要にメイクの動画を載せておくんですけれども、コントワーって私ね、ずっとこのね、ゾーンのことデーモン小暮ゾーンって言ってたのよ。で、サンキューマートに行ったらね、コントワー用のスティックがほら売ってて、わかるかな、これすごいと思って買ってきました。ずっと私アイシャドウでやってたんですよ。ここコントワーっていう、コントワーっていうのかな、コンツワーって書いてある。なんか何が正式名称なんだろうね。コントワーなのかコンツワーなのかコントワーなのか。私いつも入れてる色はね、そのね、季節によるんですけど、夏とかは濃い色はそんな入れてないです。なんかマスクとかにめっちゃ私つくから、つくのが嫌で、ほんとマリリンので、久しぶりにお化粧っていうお化粧をした気がします。1個目開けてみたいと思います。種類が3種類ぐらいあったかな。はい、こんな感じです。今回はこの2本買ってきたので、どんぐらい綺麗に塗れるのかやっていこうかなと思います。手にまず塗っていきますね。これがこっちの色、こっちの色が2本目ね。はい、こんな感じです。なので私がいつも使ってるアイシャドウの濃さは下の方が、こっちの方が近いので、まあ、物は試しだやってみましょうかね。リップスティック状になってるから、普通にこうやってこうやってここの部分に塗っていくんだと思うんですけど、ここに塗っていきます。ここです。この部分にクッて塗って、こんな感じで分かりやすく書いてますね。このゾーンと、まずこのゾーン、本格部分このゾーンと、あとこの生え際、ここです、ここのゾーンと、あとここですね、に塗ってます。すっげー今分かりやすく書いてるよ。この分かる、このゾーンに書いてます。なので本当にだいぶ小顔になる書き方をしてます。ぼやかしていきますね、今書いたすごいひどいこの感じを。はい、こんな感じ、分かる、このシュッとしてる感じわかるかな。今全部こっちで濃いのはやったんですけど、色の差を見たいので、まあ、こっち今メインで塗ってます。でわかるかな、今度こっちに行きたいと思います。ではこっちに今度塗ります。いいよ、わかるかな濃さが。今こっちの、こっちの濃い方は右やってあります。結構わかりますよね。今度こっち、こっちはこっちね薄い方でやってるんですけど、意外と、まあ、ここ今キワがそんな隠せてない気がする。凹凸正面から見るとこんな感じですね。違いはどっちがみんな細く見えるかな。私はこっちの方がナチュラルなんですけど、好きなんですけどね。私歯が痛いからむくんでるっていうかね、腫れちゃってるって話をしたと思うんですけど、コントワーすることによってここがシュッて両サイドこう均等に見えるから、このコントワーすごいな、てかやりやすい。めっちゃなんか私化粧してる人みたいになってきた、女子力。まあ、コントワーコントワー言ってますけど、私この間までデーモン小暮って本当に言ってたからね。この色が本当厳選して、自分の中で今まで使ってたデーモン小暮ゾーンに使ってた色にふさわしい色だなと思って、この2つを1、2と買ってきたんですけど、本当のまあもうちょっとね濃い色を使いたい子は全然この色よりも濃い色を使ってもいいと思います。凹凸がコクンって出るのはこっちですね。コクンってこう外国人さんっぽい感じので、ここにハイライトを入れて、ここに白ですね、この部分を添え、ここ塗ります。ここ塗っていきます。ここ上っていうか線の上かな。あ、めっちゃシュッとした。
結構使えるね。ここ T ゾーン、 T ゾーン塗ってください。ここ塗ってください。このコントワーをここに塗るのもあれですけど、塗ります。あ、でもコントワーでもいけそうだな。めっちゃ高くなった。アフ顔メイクができるんじゃないかなと思います。はい、ということでこっちがハイライトだった。私あれかと思った、コントワースティックのハイライトみたいな、ちょっとハイライト版のあのマットじゃないやつなのかと思ってた。マットだった。普通にハイライトとコントワースティック。すげえ、これで390円は安いわ。こっちの方がやっぱり凹凸的には、そうだね、こっちの色の方が濃い方が凹凸はつきますね。すごい、めっちゃハーフ顔メイクに適してる。はい、ということで皆さん、ハーフ顔メイクのためには絶対にこのデーモン小暮ゾーンを作るためのコントは必要だと思うので、よかったら皆さん使ってみてください。バイバイ。はい、今日も見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に用意しておきます。そして過去の動画はここら辺に用意しておきます。私メイク動画っていうメイク動画あんましたことないからわからないんですけど、このコントはだけ試す動画でも顔変わったからすごいなと思ってたりする。ということで森有でした。じゃあねー、バイバーイ。